2013年3月のガオの戦いは、マリ北部紛争に介入したフランス軍とマリ軍及びアフリカ諸国軍とイスラム過激派武装勢力との間で発生した戦闘。ガオへ向かうフランス軍兵士とベブシー3月23日、マリフランス連合軍はベラ島で捜索活動を実施し、これは抵抗なく侵攻し、約10人のマリ人を逮捕する。 3月23日深夜から24日未明にかけてイスラム戦闘員の一団はガオシに対し攻撃を開始する。攻撃はムジャオのワハブ・オマルの声明では聖戦士9人が土曜深夜ガオシに到着したと主張する。この一団は軍の宿営地に対して攻撃を仕掛ける。声明によれば聖戦士たちは最終的な勝利まで継続するとしている。ガオシは マリ軍、ニジェール軍によってそれぞれ守られ、フランス軍はガオ国際空港に拠点を置いている。そしてギニア軍将兵160人が予定より3日、早く到着していた。攻撃は市外北東の第4地区での一斉射撃で始まる。マリ軍士官によると、軍は戦闘後に捜索を実施している。土曜日夜から日曜日にかけて一部の戦闘員は、 ガオ市内のマリ軍宿営地に向けて AK-47 小銃山頂で銃撃を加えてきた。我々の部下は懸命に応戦しこれを撃退した。我々の損害は警備であり、これ以上この攻撃についての話をすることはできないと述べた。巡察中であったフランス軍のベブシー、総輪不評戦闘車を装備する一個小隊は戦闘に介入し他の二個小隊は 空港から派遣される。襲撃者は撤退し、最初の銃撃から平成を取り戻したが、朝の数時間後には再開される。この攻撃は、ニジェール川側から行われる。新華社通信の電話取材に応じた、別のマリ軍士官は、我々は攻撃を受けており、テロリストは市外に潜入し、城郭地区東口で昨日から銃撃が始まった。 市外から 3km 離れた空港に拠点を置く、フランス軍は2カ所の宿営地を設けており、増援としてやってきたフランス軍部隊は、非常に多く、我々は敵を撃退することに成功するも、彼らは気軽へ至る出口がある第4地区へ逃れた。ロイター通信の記者は、市内に侵入した4人のうち、カラシニコフで武装した2人、RPG-7 を1問を持った3人目、 そして最後にはおそらく爆弾ベルトを着用していると見られる一人を含む一弾を目撃している。戦闘から2時間後、ついに撃退する。初期評価によると、マリ軍兵士一人は朝10時に戦死し、民間人二人とイスラム戦闘員4人が死亡した、他、負傷者3人が出ている。フランス軍はマリ軍の戦死一人と4人の負傷者、 襲撃者ハンダースの無力化を引き合いに出す。その後、マリ軍公式声明が発表される。損夢評価では、イスラム戦闘員4人が死亡マリ軍側は、戦士1人、負傷4人遺憾なことに市民にも被害が出ており、10代の方が1人死亡し3人が負傷した。ありがとうございます。